飛騨の味祭りは1986年から続く高山の人気イベントで、毎年春と秋の2回行われています。市内のイベント会場には23店舗が出店していて、定番の飛騨牛の串焼きやみだらし団子、鮎の塩焼きなど様々な品が並んでいます。中でも飛騨の地酒12銘柄が揃ったブースでは、試飲をしながら買い求める人たちの姿が見られました。また今回は復興への応援として、石川県志賀町の海産物などを扱う店も出店しました。このイベントは明日も行われます。